僕の、口の動きと声合ってます？今日もちょっと音声乱れてますよね。本番前に一生懸命ずらしを直したんですけども、映像もカクカクで音もだいぶずれてますか？どうですか？音があんまりずれてるようだったらまた修正します。どうでしょう？ずれてますよね。結構ずれてますよね。では、音ずれ修正します。今日もこんな感じで音を、声とね、映像が、これで修正できましたね。はい、リップシンク修正させていただきました。そういえば、マスク届きましたよ、うちにも。こういうやつですよね。このマスク、ね、結構大きいんじゃないかとか、ちっちゃいんじゃないかとかって、皆さん、いろいろ話題になってますけど、皆さんのとこ届きました？結構ちっちゃいですよ。まあでもね、ありがたいですけどね。かなりちっちゃいですね。ただやっぱりちっちゃな子が使うにはっていうことだと思うんですけど、これ僕が使ってる普通のマスクなんですけど、比べると相当違いますよね。ちょっと外してみないとわかんない。これは普通に売ってる使い捨てのマスクなんですけど、大きさ相当違いますよね。やっぱりね、大は小を兼ねるなので、もうちょっと大きくてもよかったかなと思うんですけど、多分ね、ちっちゃな子でも事故が起こらないようにね、ちっちゃな子からおじいちゃんおばあちゃんまで使えるようにってことでこうなったのかなと思います。まあでもね、本当にありがたいですよ。ちゃんと使わせていただこうと思います。ということでね、今日も始めていきたいと思います。ありがとうございます。出来たての小説を、まだどこにも公開していない小説を、朗読していきます。2020年のゲームキッズ。人間のふりをした AI のふりをした人間のふりをした AI。小説のコンテストに応募した。落選した。まあ仕方ないと諦めていたところに、主催の出版社から電話が来た。僕は複数作品を送っていたのだが、どの作品も素晴らしかったと言われた。なら入選させようと思いつつ聞いていると、要するにゴーストライターにならないかという話だった。僕の作品の質は高いと言われた。文章は手慣れている。ただ出版してもまず売れないだろうと。テーマに話題性がない。作者も30代ニートというのは魅力に欠ける。これが16歳女子高生とか80歳僧侶とかだったら面白かったんだけどと。ムカムカしながら聞いていたが、まあわからないでもない。出版事情はなかなか厳しいらしい。たとえコンテストで大賞を取った作品だってそんなに売れるものではない。世間の人々はゲームや YouTuber に、YouTuber や VTuber に夢中で、本なんかもうほとんど読まないのだ。一度詳しく話しようということになり、僕はその出版社を訪れた。ここから先の話は、その出版社のドアを閉め切った役員室で聞いたことだ。AI、人工知能が書く小説のゴーストライターをやってほしいということだった。つまり僕が書いたものをコンピューターが書いた小説として発表したいというのだ。この会社にはデジタル部門があって、AI に小説を書かせるというプロジェクトで数年にわたって国から巨額の支援金をせしめていたようだ。ところが実際にはほとんど何もやっておらず、あろうことか担当者が資金を横領してしまっていたことが社内調査で発覚した。そろそろ成果を出さないと問題になる。そこでこの計画を思いついたという流れらしい。長年にわたる研究開発の結果、ついに小説を書ける AI が誕生した。と、そういうことにしたいらしい。小説を書くということは、その文体は統一されなくてはならない。考え方が揺れることも許されない。つまりその AI は一つの人格に固定されるわけだ。だからゴーストライターは一人に決めなくてはならない。
癖がない文章で水準以上の作品をどんどん書ける。全く無名で、その文章がこれまでどこにも出ていない。僕は適任だったのだ。無職で暇だという点も好ましいと言われた。仕事にありつけるのは嬉しかったから話に乗ることにした。そうして始まったこの極秘プロジェクトだったが、予想以上にうまくいった。その出版社が素晴らしいと認めつつ落選させた僕のその小説が、全く架空の個人名で別の弱小出版社のコンテストに送られた。そこで僕の作品はすんなり大賞を取った。そもそも賞金は低く、またここからのヒット作品も久しく出ていないため、応募者が激減していると噂されているコンテストだったが、そういうことはどうでもよかった。大賞が発表されると、極秘プロジェクトの出版社はすぐに情報をリークした。受賞者のフミノベル、もちろんでっち上げた名前だ。その正体は人間ではなく AI だと。ついにコンピューターが文学の領域でも人間のレベルを超えたと、マスコミは大々的に報じた。将棋や囲碁で人間はとっくの昔にコンピューターに敗北していたし、絵画や音声でもすでに AI による作品が評価されていたが、文芸の世界では初の出来事だった。面白くないのはそのコンテストの審査員だった。彼らはこの作品が AI によって書かれたものだと見抜けたかったことを揶揄されていた。なんだか人間味が感じられない作品だなと思ったんです。などと苦しい言い訳をして嘲笑されていた。結局賞は取り消された。応募資格に人間であることなんてなかったのに。まあ実際のところ審査員は気づかなくて当然だったのだ。小説家の正体は人間のふりをした AI ではなくて、人間のふりをした AI のふりをした人間だったのだから。賞の取り消しは仕掛けた側の出版社にとっては思うつぼの展開だった。世間の話題をテコにして、プロジェクトは次の段階に進んだ。AI フミノベルを CG で美少女キャラクター化して、そのセクシーなポートレートを表紙にして、受賞取り消し作品を自社から出版してしまった。それはすぐにベストセラーになった。古い文壇や評論会はこの事件を快く思わなかったようで、バーチャル作家フミノベルの作品を酷評したが、書店や EC サイトなど流通側は歓迎し、次回作を熱望した。売れる小説は本当に少なくなっていたから、新しい商材が必要とされていた。僕は、いや、フミノベルは、すぐに次の作品を書き上げ、それは1ヶ月後に出版された。AI なのだからこれくらいのスピードは当然なのだ。短い作品だったが、本の巻頭にはなぜかフミノベルの水着ショットが掲載されていた。これも大変な人気となった。その後も毎月ペースで新刊がリリースされた。僕はコンピューターの速度で新作を書き上げていかなくてはならなかった。それが10冊を超えると、さすがにうんざりしてきた。いくら売れても褒められるのはフミノベルになるのだ。しかもそもそもそんな作家は実在しないわけだから、評価は宙に消えていくわけである。普通のゴーストライターよりもこれは虚しい仕事だろう。やる気が出ない。いっそやめてしまおうか。普通に人間の小説家として、ちゃんと評価してもらえる形で、デビューし直そうか。そんなことを考えた。無理だ。売れているのはバーチャル作家フミノベルの幻影のおかげなのだ。無名のおっさんが書いた小説に一体誰がお金を出すものか。じゃあ、出版社を裏切ってカミングアウトしたらどうだろう。フミノベルの正体は僕だったということ。これもダメだ。一瞬は話題になるだろうが、結局は出版社とそして僕がパッシングを受けるだけでおしまいだろう。誰も得をしないだけでなく、僕の人生はそれでおしまいだ。どうしよう。
別にいいじゃない。このまま続けようよ。随分ピンハネはされるけど、結構なお金がもらえてるんだし、それにあなた、別に何もやってないじゃない。これからも私が書き続けるからそれでいいでしょ？そう言われたら何も言えないんだけど、君はいいの？どんなに頑張ってもそれは赤の他人のフミのベルの仕事ってことになってるんだよ。私は構わないわ。お金さえもらえればね。そもそも私あなたのゴーストライターでいいって言ってたじゃない。僕が相談した相手は僕の恋人だ。ネットで知り合って付き合っているのだけど、まだ直接会ったことは一度もない。彼女は病気で外に出られないのだ。小説を書くのが好きだ。けれど、目立つことは嫌いだから、僕に自分の作品を代わりに世に出してと頼んできたのだ。結果的にはそれがうまくいった。今うまくいっているということになる。僕はフミのベルからの収入の半分を彼女に送っていた。彼女はそれで満足している。それにしても頼めばいくらでも新作を書いてくれる。君ってすごいよ。ふふ、それが私の取り柄だもん。あのさ、最近、もしかして、君が人間じゃないかもなんて、思ったりすることもあるんだけど。何バカなこと言ってるのよ。